こんにちは、ガンバ瀬川です。勝手にガンバ会議ボイスバージョンを始めます。昨日は疲れてすぐ寝てしまい、アルコールを飲まなかったせいか体調がいいです。今日のラインナップです。松並監督継続決定。今日は湘南ベルマーレ戦です。昨日大岩氏との交渉が破談になったとお伝えしましたが、直後に公式から松並監督継続のリリースがありました。小野社長がコメントされているので引用すると、松並監督体制におけるチームの団結力が日々向上していること、現状を十分把握している松並監督体制において必ずしや巻き返しを図ることができると信じです。何とも言えないですね。また合わせて評価アカデミー部は和田正弘取締役に統括し監督業に専念すると書かれています。昨日の番組で意見した通り、兼業じゃなくて一安心です。決まったからには応援します。今後表には出てこない話だと思いますが、大岩氏はなぜ断ったのでしょうか。様々な条件面が合致しなかったことだと思うのですが、もし金銭面であれば夏の補強も期待できないですね。遠藤保仁選手の復帰もないでしょう。そして本日は湘南ベルマーレ戦です。ちょうど収録中にスタメンが発表されました。ディフェンスは4人で三浦、菅沼、佐藤、塚本選手ですが、きっと3バックでしょう。フォワードはパトリック宇佐美選手なので、2試合前のような布陣じゃないでしょうか。今日も山本裕貴選手はメンバー外です。チアゴ・アウベス選手もここ数試合出番がないので気になりますね。内容は何でもいいので勝ち点3を取って残留圏内に上がりましょう。明日は日本代表戦です。当初はジャマイカ代表との親善試合の予定でしたが、ジャマイカチームの不備で全選手が来日できず中止となりました。なんと代わりにサムライブルー対アンダー24日本代表というキャプテン翼のような試合が実現しました。庄司源選手対堂安メシの選手というのが実現するかもしれません。TBS 系大阪では4チャンネルで生放送があるようです。最後に連日お伝えしている秘密のガンバ会議では、まだまだメンバーを募集中です。昨日は松並監督どないやねんというやり取りがありました。詳細は概要欄に貼っているのでぜひ見てください。それでは良ければ評価ボタンだけでもいいので押してください。ではチームちゃんと日本代表でも使われているアイーダを聞きながらお別れしましょう。さようなら。